念大会として来週日曜午後1時開始となります。さあ1年ぶりの復帰戦となります。先入れ入場、雷神拓磨王入場となります。昨年の5月全島東急大会で天神丸に敗れてからの復帰戦ということになります。Our bull in the ring right now, fighting in the white corner, is Raijin Takuma. Last time he fought was exactly 1 year ago, and he had a loss in that last fight. さあ、後入れ入場はこちら上村花形。And our bullfighting in the red corner is Kamimura Hanagata. まだですよ、まだ、はい、試合続行、はい、試合続行です、まだですよ。さあ、まずは奇襲攻撃仕掛けていったのは雷神拓磨王の方でしたが、今度はそこでその怒りが沸点に達しました。上村花形が奇襲、今度は逆襲を狙っていく。はい、ロープ絡まっておりますので注意してください。まずはこの挨拶代わりの一発、奇襲攻撃を仕掛けていったのはこの雷神拓磨を。いやー、あの速攻、やはりここは連勝。先場所5月の全島闘牛大会においても勝利を収めている上村花形が、いや、闘牛入場口を与えてこのくるりと反転しての応戦、今度は逆に自らも花取りを狙っていきました。この雷神拓磨王、前回の黒星から1年ぶりの復帰戦、その鬱憤を晴らすかのようにまずは角合わせと同時に一気に仕掛けていきました。さあ、闘牛の試合は逃げたら負けというルールですが、牛に戦意があれば、気持ちが残っていれば試合続行ということになります。さあ、1年ぶりの復帰戦となる拓磨王に対し、上村花形は前回の5月の全島闘牛大会からのわずか1ヶ月での出場、まあ、全島闘牛大会ではカメレオンと対戦しわずか10秒で決着を終えたというところで、余力を残しての試合決着ということでのわずか1ヶ月でのこの試合での対戦ということになっております。まあ、通常1試合1試合を行った後には2、3ヶ月休ませた後次の試合に臨むのが通常パターンでありますが、わずか1ヶ月で出場となっております。両牛ともに沖縄闘牛界ではこの850キロ以下軽量級の中でもトップランカー、トップクラスの位置に属しております。さあ、過去にはね、いつかはこの2頭軽量級タイトルマッチに行くんじゃないかということも噂されたほどの人気実力級。上村花形、元は元部に所属しておりました、清風花形としておなじみ。試合時間は3分の経過。3 minutes into the fight.
Our boy out of the white corner, Lijin, his last fight was 1 year ago. And our boy out of the red corner, Kamimura, his last fight was 1 month ago. Usually for the bulls, they take 2 months off. さあ、相手を追い込んでいきます。その Lijin Takuma を1年ぶりの復帰戦。まあ、上村花形も最初 の、 あの奇襲攻撃を受けながらも戦意を保ち戻って応戦しました。やはりこれは2連勝というここ最近の結果が牛に大きな自信をもたらしていることでしょう。さあ常にこう組んだ状態がっぷり四つの状態でもうまく下角を取っているのは Lijin Takuma であります。軍配は白に上がりました。軍配は白に上がりました。1年ぶりの復帰戦見事勝利で飾りました。Lijin Takumaを Lijin Takumaを中央待機でお願いいたします。And your winner of the white corner, Lijin Takuma.いや最初砂合わせと同時の奇襲攻撃、そして今度はやはりこうがっぷり四つの状態でありながらも常に相手のこの下角を取っていた Lijin Takumaをそこからの押し込みコーナーで腹取り決着を決めました。対戦タイム4分55秒、対戦タイムは4分55秒での決着でした。Takuma oYour winner at 4 minutes and 55 seconds. さあ、この Lijin Takuma という牛は、来月から放送されます。今日会場にも来ております。東急戦士ワイド2という、番組が放送されますが、その中でも戸外役として出演しているのがこの Lijin Takuma なんですね。主人公のワイトが飼育している牛トガイという牛はこの Lijin Takumaでございます。はい、また7月6日から放送となり、この牛もね多くの場面で出演登場してくれますので、ぜひ皆さんその名前も覚えておいてください。 Lijin Takuma を東急戦士ワイド2のドラマの中でも大活躍をいたします。試合時間は4分55秒、4分55秒での決着でした。 I remember earlier we were talking about those hornsHe's got what's considered perfect horns for bullfighting, and he's going to be on TV here soon to debut because of his horns, and he's such a good fighter.